はい、こんにちは、重工房の原です。今日はですね、私の動画の中でも結構リクエストの多いというかですね、反響の高いアイサイト3についてね、再度実証してみたいと思うんですね。もうちょっとこう細かい部分見せてとか、メーターの映り込み見せてみたいな、そういうリクエストもあったりとかでですね、やっぱり実写感が欲しいということですよね。今までの総括という感じでアイサイト3ですね、私の場合バージョン3の、機能についてね、お話をしていきたいと思います。アイサイトってもともとバージョン 1,2,3 という風に来て、今はアイサイト X っていうのが出てるんですけど、この車はインプレッサスポーツという2017年10月のモデルになるので、そんな新しいもんじゃないです。中古車で買っても160万ぐらいで買えるような車なんですけど、これでも十分アイサイト3の機能が使えるので、それをご覧いただこうと思うんですけど、とアイサイト3というと、例えばアクセル、ブレーキ、アシストですね。例えば今日この一般道を走るとき、例えば一般道を走ってみますね。はい、一般的にはですね、高速道路とか自動車専用道路で使うというふうにされていますけれども、私の場合はね、基本的に大体使っていますね。例えばこんな感じですね。はい、これで今アイサイトが入っている状態ですね。左側がグリーンになると、これはそのアイサイトのアクセル支援が入っている状態ですね。なので設定速度、例えばここ50キロ制限の道なので50キロにしておくと、50キロまでは、自動的にスピードが上がってくれます。これ以上は上がらないのでね、スピード違反 したくない人は、もちろんこれは足ご覧いただいても分かる通りアクセルは踏んでいない状態ですね。ただ気をつけなきゃいけないのは、前に車がいないと反応しないですからね、前の車との距離はね。で、アイサイト3から良くなったのが、カラー認識ができるようになったということで、今は青色の信号だったのでカラー認識でも通ってましたけど、あれが赤信号だと、前の信号が赤だよということで、それを教えてくれたりするんですね。これも優れた機能ですね。はい、で今のカーブの時は自分でハンドルを回しました。でブレーキも踏みましたけども、今の状態はアクセルを離している状態ですね。でもこれでも前の車を認識すると、ここで自動的にブレーキがかかるということですね。はい、それではね、実際に走ってみたいと思います。今アクセルちょっと踏みましたけども、これでスタートですね。はい、この状態で今45キロに設定しているので、45キロになるまではね、前を追っかけていく感じですね。今50キロに上げました。上げたけども、この道が50キロ制限ですからね、50キロ制限ということで、前との距離を今、メモリ1ですね、これ2にするとちょっと開けてくれます。車間距離をちょっと上げます。通常2ぐらいでやっておけば一番安全ですよね。はい、2ぐらいにしておくと、これぐらいの距離感、1ぐらいだとね、ごく人間と同じような距離感ですね。ちょっと今1に試しに戻してみましたけども、これぐらいの距離感でね、ずっと今アクセル踏んでない状態でしょ、ずっとついていきます。でブレーキを相手が踏むと、こちらも自動的にブレーキを踏んで止まってくれると。感覚的にはね、相当人間のアクセルの、ブレーキの感覚に近いですね、そんな気がします。はい、そして、前が行き始めると、今は止まらなかったので、そのままアクセル踏まない状態でね、ずっと動いてくれました。でもちろんね、ハンドルは支援してくれないので、私のツーリングアシストの場合は渋滞時でも前の車についててくれるんですよ、ハンドルを切ってね。それは欲しいんですけど、ちょっとこれにはついていません。でなので、ハンドルは自分で、当然高速でない限りハンドルは自分で持つんですけども、基本的にアクセルブレーキをね、踏まなくていいということで、これでも今アクセルもブレーキも一切踏んでないですけど、割と自然に止まってくれるでしょ。でもちろんね、機械のやり方だから、人間が監視してないといけないのはもちろんやまやまなんだけども、アクセルブレーキが結構頻繁に多いとですね、どうしてもこうイライラしたりとか、そういったこともあるんじゃないかなと私は思いますよね。はい、なので、市内走行でも、この程度のスピードのものであればですね、私は割と頻繁にアイサイトのですね ACC を使ったりします。はい、今止まってましたので、ここではアクセルを1回ちょんと踏むか、このハンドルの右側にあるボタンですね、これをこう上にクリックすると進んでくれると、どちらでやっても動き始めてくれるようになってますね。はい、すごく自然な距離感ですよね。これもう一メモリね、遠いとね、ちょっと離れるんですよね。で、意地の悪い人だと、この間に入ってくる人がいるもんだから、そういう意味ではね、でも2ぐらいでもいいかな。はい、これぐらいですね。これが安全かと思いますね。
はい、これがアクセルをコントロールしてくれる ACC というやつですね。はい、じゃあこれ左曲がっています。ちょっと広めの道にね出ていますね。で、ちょっとこれ見ててほしいんですけども、ほら信号機赤だよって出てましたよね。これはカメラが赤信号を認識したということですね。はい、当然これ自分で踏むんだよ、自分で踏まなきゃいけないんだけど、でもまあ信号をちゃんと認識したり、前の車がブレーキを踏んでるブレーキランプですね、これを認識したりしてくれるようになってます。これがバージョン3になってからカメラがですねカラー化されたということですね、によって可能になったというふうに言っていますね。はい、さあこの道も50キロ制限かな、なので50キロに設定してみましょう。でもちろんしつこいですけども、ハンドルは自分で支えていますし、ね、アクセルもいつでも自分でも踏めるようにしてないといけないですよ。ブレーキも踏めるようにしとかないと、まあ、あくまでも過信はしないでほしいんですけども、まあ、しかしながらですね、例えば本当に人間のやることなんでうっかりね見落としたりした時にですね、まあ、脇見運転をしてたりとかね、そんな時にでもちゃんとブレーキは踏んでくれるので、まあ、そういう安心感はありますよね。それとね、まあ、最近それこそ話題になっている煽り運転とかイライラしたりとかすることもね、基本的に自分でアクセルブレーキ踏まないので、まあ、そういうことも少ないんですよね。はい、そういう点がいいかなというふうに思ったりしますね。はい、これね、これ前がいますのでブレーキを自動的に踏んでくれるということですね。はい、こんなところまではね自動でやってくれるんですね。はい、そして今前に、ね、バイクがいますけども、このバイクもちゃんと認識してくれます。今ねアクセル踏んでいません、ブレーキ踏んでませんけども、まあ、原付でもねちゃんと認識してくれるのがこのすごいところなんですよ。実は前乗ってた日産のね昔のステージやだけど、あれはね原付とかバイク苦手だったんですよね。ミリ波レーダーってやつです。ミリ波レーダーはねちょっとやっぱりそのこういう時は危ないですよ。こういう時はねやっぱり自分でブレーキ踏まないといけないので、とっさにね当然ブレーキ踏める状態にいつもしておかないといけないんですけども、これは大前提の話なん であくまでもメーカーとしてはこのアイサイト3の自動走行とか自動運転とか ACC に関しては一般道じゃなくて高速道路とか自動車専用道路で使ってねというふうに言っているので、一般道では使うことは推奨されていないので、あくまでもまあ自己責任というかね、安全をちゃんと確認した上で、まあ、使用される場合は使用してくださいということだと思います。法律的に何か、ね、これで脇見してていいとか手を離していいとかいうことではないので、まあ、法律的に何か違反を起こしているということではないんですが、常にブレーキを踏めるもしくは操縦できる状態でなければいけないとかね、例えばサンダル履いてていいとかっていうふうなことではないですよね。当然靴を履いて運転できる状態でなきゃいけないということももちろんそうですよね。はいはい、まあ、こんな感じでね、前がいればこういう感じでじわじわじわといくでしょ。この辺もすごくね人間の感覚に近いですね。で今ね 1,2,3,4,5,6,7 7秒ぐらい止まるとやっぱり自分でアクセル踏んでやらないといけないね。これがね 1,2 秒だとそのまま前が行けばですね自動的に動き始めてくれます。はい、ちょっと広い道、これもね怖いので自分で踏んでますよ。今は入れました。で前に車がいるときはねこんな形で私の場合はすぐクルーズスイッチを入れてしまうんですね。 ACC をね入れるようにしています。はい、右側のボタンでリジュームボタンっていうんですけど、リジュームボタンでスタートリスタートすることはね簡単にできるのでそれを使えば簡単なんですけど、ちょっとね私はいちいちハンドルを押すよりも足でパッとこうアクセルポンと踏んだ方が簡単かなと思うのでいつもそっちでやってしまいますけども、で一応ですねこれレーンの認識ボタンも入れてますけども、これ効いてないです。今白い状態ですからね。はい、なので効いていない状態ですね。ただこのように今、車線をまたぐ場合、またぐとですねふうに認識、車線を認識して、車線またいでるよということを教えてくれるんですね。
こういう風にね。なのでウインカーを必ずこうつけてやるということですね。ウインカーをつけながら行くと逆にね、ちょっと早めにやってみようか。これだとならないでしょね。あ、これダメだ。はい、こういう風にね、車線をまたいでるよっていう、こういう風にね、教えてくれるんですね。なので結構ね、よそ見とかそういうものに対応するように、まあ最近は脇見運転、スマホを見てたりとかね、そういうこともあるじゃないかな、対策になってるんじゃないかな。はい、ちょっとこれ U ターンしてみようか。自分でアクセルを踏まないということはね、スピードを出さないということになるんですね。自分でアクセルを踏むとついついこう周りのスピードに合わせることになってしまって、結果的にスピード違反してたりとかっていうことがありますけども、まあ、すぐにこういうふうにスイッチを入れてしまえばね、もうこういう状態でも入れている状態だと、もうアクセルもブレーキも自分で踏まないので、まあ、この場合はね、ちょっと心配なので、やっぱり自分で踏むんですよね。はいはい、まあ、こういう渋滞の時はやっぱり威力が、ね、倍増というか、つけててよかったという感じになりますよね。こういう渋滞時ですね、渋滞時にやっぱり効果を発揮するというふうに私は思います。リスタートするのにこのレジウムボタンで、これなんですけど、で ここをアクセルを踏む代わりにちょんとこう一回ねやってやると、これでスタートしてくれます。いいですか。これ今前が開いたので、はい、これで一回上に上げると、これで動き始めるわけですね。これがリスタートボタンですね。まあ、ちょっとね、こういう時でもやっぱりブレーキ全部自分で踏んでくれるので、本当楽ちんなんですよね。その賛否両論あるように聞いてますけども、反対する理由がちょっとよく分かんないんですね、私にはね。もちろん自分で安全を確認した上での使用なんでね、これがもしアクセル踏んで止まらなくなったりしたら、当然自分でブレーキをかけるしエンジンも切るけど、でそういうコントロール下においてこの機能を使わない手はないと思いますよ。でしかもね、これ2017年の10月以降のモデルなので、今ね中古で買うと、ちょっとさっき調べてみたんですけど、まあ、高くても180万ぐらいですね。このグレード、これはインプレッサスポーツの 2000cc のグレードですけども、このグレードで180万ぐらいでもね、私が買った時165万で買ったんですよ。それがね、今むしろ上がってる感じっていうか、3年経っても下がってないんですよ、値段が。それぐらいね、いい車だと私は思いますよ。普通車って3年ね、車検ひとまたぎすると値段が下がりますけどね、これさ全然下がらないんですよね。だから多分まあ新車でなかなか買えない方、中古でお探しだと思いますけども、まあ本当に最低でもね、このバイサイトのバージョン3以降を買われることをお勧めしたいですね。本当はその上のツーリングアシストがついてるのが一番いいんですよ。アイサイト3バージョン3プラスツーリングアシストがあったらもう最高にいいです。私は本当はその辺欲しかった、そのレボーグとかでもね、高いんですよ。やっぱこれだと中古でも200万-220万ぐらいしちゃうかなという感じの車格になるので、ちょっと予算オーバーな方もいるじゃないですか。私がそうだったんだけど、まあ、そんな方のためにね、この160万円台、まあ、うまく出物があればね、まあ、高くても180万円台でアイサイト3のものをね買われれば後悔はされないと思います。この車もう3年近く乗ってますけど、全く後悔というのはない。まあ強いて後悔したなと思うのは、これインプレッサスポーツじゃなくてインプレッサ、XV っていうのがあるんですけど、それを買っといた方が良かったかなっていうふうにも思います。ちょっと車高がね低いんですよ、これね、スポーツなんで、まあ、車高が低いのがちょっとたまに傷かなという感じですね。はい、ということでどうでしょうかね、インプレッサー、ちょっとあんなこと見てる。こういう時はね、さすがにブレーキ踏みますけども、まあ、こんな風にね結構親切設計になってます。まあ、こういう時でもさ、アクセル踏まないからスピード違反するわけないよね、本当にね。
ただね、あの角曲がるときはちょっと注意が必要ですよ。角曲がるときは自分でブレーキ踏まないと、ね、そのまま行っちゃうからね。はい、ということですね。ここは40キロ制限なのでね、まあ本当ゲーム感覚でさ、安全運転できるといいんじゃないですか。で、自分でアクセル踏まないからこうあんまりイライラしないんですよね。こう割り込まれようが何しようが、ね、急ブレーキ踏まれようが自分でブレーキ踏まないからさ、だからそういうね、その精神的に非常に安定できますね。はい、まだもちろん踏んでませんアクセルのね、アクセルもブレーキも。はい、もう本当にね、こういう車に乗り始めると保険に入ってる理由がいるあるんかなって思っちゃうんですよね。高い保険料払う必要あるかなって思うんだけど、それぐらいね、そのまあぶつけられた時の保険っていうぐらいで、自分がぶつける可能性って相当低くなってるなっていうふうに思いますね。はい、まああまり過信してはいけません、あくまでも機械のことだからね。だけど、まあ、そういうね、ちょっと頑張ってこういう車買われると、そういう精神的な苦痛からかなり解放されるんじゃないかなと思いますね。まあ、この車だと高速道路も含めてね、1日500キロぐらい平気で走れますよ。アクセル踏む量がね、多分と今まで普段普通の車に乗ってみた方とすればね、10分の1以下に減るので、アクセル踏む量が、アクセル踏んだりブレーキ踏んだりする数がね、本当に10分の1以下に減るので、遠乗り特にする方はね、これぐらいの車があった方がいいかなって思ったりします、ね。もう本当に高い新車買われるより安い中古車でいいので、アイサイトバージョン3以降の車を本当おすすめしたいなと思います。あ、今、はい、ということで今日は、私がもう3年近く乗っているインプレッサスポーツのアイサイト3ですね、アイサイトバージョン3についてお話をさせていただきました。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからもね、皆さんに役に立つそうなこうアイサイトの情報なんかもお伝えしますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。